8月25日木曜日の全国の天気をお伝えします。引き続き冬型の気圧配置となり、寒気のピークは過ぎるものの、日本海側を中心に広く雪が降る予想です。また太平洋側では日差しが届くところもありますが、一部雪が降るところもありそうです。空模様の変化にはお気をつけください。関東では広く晴れて日差しが届く予想です。また沿岸部では風が強くなります。外出される際は十分お気をつけください。各地前日よりは寒さが和らぐものの、引き続き冬らしい寒さとなります。そして空気が乾燥しますので、体調を崩さないようお気をつけください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースよりご覧いただけます。